第12章、壁の向こう側。家の建て込んだ壁続きの町に住んでいると、自分の部屋の壁の向こう側でよその人が話したりしていることをあれこれ考えてみるのも面白いことだ。女学校の壁向こうのインド人の紳士の家にどんなことが起こっているか、セイラはいろいろ想像して楽しむのだった。教室がちょうどインド人の紳士の書斎と隣り合っているのもセイラは知っていた。それでセイラは、壁が厚くて授業が済んでから時々起こるざわめきがあのインド人の邪魔にならないようだといいと思った。だんだんあの紳士が好きになりそうよ。あの人の邪魔にならないようにしてあげたいと思うわ。私もお友達のつもりにしてるのよ。一度もお話ししたことのない人でもお友達にできるわ。よく気をつけていろいろ考えてあげて、そして同情してあげるの。そうすると親類のような気がしてくるわ。あの人のところへ一日に二度お医者さんがいらっしゃるのよ。それがとても心配になることがあるわ、とセイラはアーメンガードに言った。アーメンガードは考えながら、私はね、親類なんてとても少ないの。でもその方が嬉しいのよ。親類って嫌いだわ。おばさんが二人あるけど、いつもこう言うのよ。まあ、アーメンガード、太ったわね。甘いものを食べちゃダメよ。またおじさんはね、エドワード三世が位についたのはいつだいとか、ヤツメウナギを食べすぎて死んだのは誰だいなんてことばかり、いつも私に聞くのよ。セイラは笑った。一度も話したことのない人ならそんなこと聞けないわ。それにあのインド人の紳士ならあなたと大の仲良しになっても決してそんなこと聞いたりしないと思うわ。だから私大好きよ。セイラがあの大家族が好きになったのはみんな幸福そうに見えたからだ。しかしあのインド人の紳士が好きになったのは幸福ではなさそうに見えたからだ。紳士はひどい病気をしたのがまだ十分に治っていないようだった。召使いたちがどうやってだか知らないが、何もかも聞き込んでくる台所ではその紳士の病気の話もしていた。その人は本当はインド人の紳士ではなくて、インドに住んでいたイギリス人だ。一度はその全財産をみんな失ってしまいそうな不幸な目にあって、もう自分はダメだ、名誉もなくなってしまったと思い込んだ時があった。あまり心配したために脳炎を患ってほとんど死にそうになった。それから運が向いてきて財産がみんなまた自分のものにはなったけれど、それからは健康を損ねてしまった。その心配をした危ない仕事というのは鉱山に関係したものだということであった。それもね、ダイヤモンド鉱山だってさ、と料理番が言った。それからセイラの方を横目で見ながら、鉱山の仕事ほど危ないものはないのよ。とりわけダイヤモンド鉱山なんてのはね、誰だって聞きかじってよく知ってることさ。あの方はパパと同じような目にあったんだわ、とセイラは思った。そしてパパと同じようにご病気になったんだわ。でもあの方はきっと助かったんだわ。こうしてセイラはますますその紳士に心を惹かれていった。夜お使いにやられることがあっても嬉しくてたまらなくなることがあった。というのは、いつも隣の家のカーテンはまだ開けたままで、暖かそうな部屋の中にセイラがお友達に決めておいたあの紳士をいつも見ることができたからだ。あたりに誰もいないときにはセイラは立ち止まって鉄の垣根につかまり、まるでその紳士に聞こえるかのようにおやすみなさいと心から言うのであった。耳には聞こえなくても心には通じると思うわ、というのがセイラの空想だった。親切な気持ちというものはきっと届くものだわ。窓や戸や壁があっても届くのよ。あなたはきっと少しばかり暖かく
心も慰められていらっしゃると思うわ。でもどうしてだかお分かりにならないでしょう。それはね、私が寒い外にこうして立っていて、あなたが丈夫に幸福になられるようにと祈っているからなんですわ。とてもお気の毒なんですもの。セイラは強く、だが小さい声でささやいた。パパが頭の痛いとき、私がいつもさすってあげたように、あなたも体をさすってくださる小さな奥様があるといいんですわ。私があなたの小さな奥様になってあげたいわ。かわいそうな方、おやすみなさい、おやすみなさい。神様、お恵みを授けてあげてください。そういうセイラも心がすっかり慰められ、少しばかり気持ちも温かくなって立ち去るのだった。その人は大抵大きな寝巻きを着て、炉のそばの肘掛け椅子に腰をかけ、額を手で押さえて、何の望みもないかのように火の中を見つめていた。セイラの温かい気持ちは強かったので、その気持ちは真摯に届くに違いないように思われた。セイラには、この人は昔苦しみ抜いただけでなく、今でも心の中では苦しんでいる人のように思われた。セイラは一人考えるのだ。あの方は、たった今でも何か心が痛くなるようなことを考えていらっしゃるようだわ。でもお金は戻ってきたし、農園もそのうち良くなってしまわれるだろうし、そうしたらあんな顔をしていらっしゃるわけはないはずだわ。他に何か訳があるのかしら。他に何か訳があるなら、召使いたちでも耳にしない訳があるのなら、あの大家族のお父さんが、セイラがモンモラシーさんと名付けた人が、それを知っていらっしゃるはずだとセイラは思い込むようになった。モンモランシーさんはよくその紳士を訪ねた。また、モンモランシーさんの奥さんやその子供たちもみんな時々訪ねていた。病気の紳士は二人の娘、弟のドナルドがセイラに6ペンスやった時にびっくりしていた、あのジャネットとノラがとりわけ好きなように見えた。実際、その紳士は子供たちみんなに優しかった。女の子にはとりわけ優しかった。また、それに劣らず、ジャネットとノラも紳士が大好きで、町を横切って、つつましく紳士を訪ねる日を胸を膨らまして待っているのであった。紳士が病気なので、その訪問は形ばかりの短いものだった。あの人、お気の毒な方ね、とジャネットは言った。私たちを見ると元気になれるって言ってらっしゃるわね。みんなであの人を元気にしてあげましょうね。横着しないでね。ジャネットは一番の年笠で他の子供たちをちゃんとしておいた。その紳士にインドの話をしてくださるよう頼む無理を見計らうのもジャネットだったし、紳士が疲れたのを見て取るとそっと抜け出してラムダスに来てくれるよう頼まなければいけないと気がつくのもジャネットだった。子供たちはラムダスが大好きだった。もしラムダスがインド語の他にも何か話ができたら、たくさんの物語ができたことだろう。インドの紳士の本当の名前はカリスフォードというのであった。ジャネットはカリスフォードさんに、乞食ではない女の子に会った話をした。カリスフォードさんはひどく面白がった。そしてラムダスが、猿が屋根で大騒ぎをした話をすると、ますます面白がった。ラムダスは屋根裏部屋の話や、床はむき出しで、壁は破れ、炉は紐ないまま錆びついており、ベッドは固く、小さいそういう部屋の荒れ果てた様子を目に見るように話した。この話を聞くと、カリスフォードさんは大家族のお父さんに、カーマイクルさん、この町にだけでもたくさんの屋根裏部屋があって、どれだけたくさんの哀れな女の子がそんなベッドの中で眠っていることでしょうかね。ところが私といえば、大部分私のでない多くの財産を背負わされて気が重くて眠れないでいるんですよ。しかも、いやあなたと
カーマイクルさんがほがらかに、そんなことで気持ちを苦しめるなんて早くおやめになった方がいいですよ。インド中の富をみんな持っていたって、世界中の不幸をみんな救うなんてできませんよ。この町の屋根裏部屋をすっかりきれいにしてあげても、他の町や通りの屋根裏部屋は相変わらずみんな汚いわけですからね。どうにもなりませんよ。カリス・フォードさんは座って炉の中の火を見つめながら爪を噛んでいた。そしてしばらくしてからゆっくりと、あなたはこんなことがあると思われますか？そら、あの子が、私が片時も忘れたことのないあの子が、隣のそのかわいそうな子のように惨めなありさまになっている、そんなことがありうると思われますか？カーマイクルさんは心配そうにカリス・フォードさんの顔を見た。こんなことをこんなふうに考えるのが、この人の健康にも頭にも一番悪いことなのだ、とカーマイクルさんは知っていた。で、なだめるように、パリのパスカル夫人の学校にいたあの子があなたの探している子でしたら、あの子は十分世話をしてくれる人たちの手元にいるわけですよ。その人たちはあの子が死んだ娘の大の仲良しだったので養子にしたんですって。あの人たち他に子供もなかったんですからね。パスカル夫人は大変お金持ちのロシア人だと言っていましたよ。ところがあの恥知らずの夫人は、あの子がどこへ連れて行かれたかちっとも知らないんだ、とカリス・フォードさんは怒鳴った。カーマイクルさんは肩をすくめて、あの夫人は抜け目のない俗っぽいフランス女ですよ。父親が死んで仕送りがなくなってしまったので、あの女の子がうまい具合にいなくなったのをきっと喜んでいるんですよ。ああいう女は、自分の重荷になるような子は将来どうなろうと少しも気にかけないんですな。あの子を養子にした親たちはどこかへ行ってしまって、行方はわからないと来てる。だがあなたは、もしその子が私の探している子だったらと言うんですね。もしと言うんですね。はっきりはしていないんですね。第一、名前からして違っているんですよ。パスカル夫人はクルーとは呼ばないで、まるでキャルーと聞こえるような呼び方をしていましたな。だがあれはただ発音の仕方が違っているだけですよ。話は不思議なほどよく似ていますしね。インドに出かけているイギリス士官が母親のない娘を学校に入れておいた。その士官は財産をなくしてから急に死んでしまった。カーマイクルさんはそこでちょっと言葉をやめた。ある新しい考えが心に浮かんだようだった。その子がパリの学校に入れられていたのは確かなんですか？確かにパリだったんですか？カリス・フォードさんは苦しそうな激しい調子で一気に喋り出した。いや、何一つ確かでないんです。私はその子の母親を見たことはない。ラルフ・クルーと私は子供の時は仲良しだったのだが、学校を出てからはインドで会うまで会ったこともなかった。私は素晴らしく成功しそうな鉱山に夢中になっていた。あの男も同じように夢中になっていた。その仕事はとてつもなく大きく素晴らしいものだったので、二人とも頭が少し変になっていたのだ。私たちは会うといつも鉱山の話ばかりしていた。私はただその子供がどこかの学校に入れられていることだけは聞いていた。だが今ではどんなふうにその話を聞いたかさえ思い出すことができない。カリス・フォードさんは次第に興奮してきた。まだ十分治っていない頭が、昔失敗した時の思い出で刺激を受けると必ず興奮するのだ。カーマイクルさんは心配そうにそれを見守っていた。もう少し聞かなければならないことはあるが、静かに注意して聞き始める必要があった。でも学校はパリだと考える理由はあったわけですね。その子の母親はフランス人だったし、母親は娘がパリで教育を受けるのを望んでいたという話だ。だからパリにいただろうと考えるより他にない。そうですね。
ありそうなことですね、とカーマイクルさんは言った。インドの紳士は前にかがんで、痩せた長い手でテーブルを叩きながら、カーマイクルさん、私はあの子を探し出さねばならん。生きていればどこかにいるはずだ。その子が頼りにする人もなく、お金もないとしたら、それは私が悪いからだ。心にこんな苦しみを持っていて、どうして元気になれよう。突然、鉱山がこんなにうまくいくようになって、私たちのとてつもない夢がすべて実現したのに、かわいそうなクルーの娘は通りで乞食をしているかもしれないのだ。いやいや、気を押し詰めなさい。その子が見つかりさえすれば、財産を譲ってあげられるのだと思って楽な気持ちでいらっしゃい。だがカリスフォードさんは悲しみのあまり怒ったようにうめきながら、何もかももうダメなように思われたとき、どうして私は男らしくしっかりしていられなかったんだろう。自分の金だけでなく他人の金のことまであれこれ引き受けていなかったら、私ももっとしっかりしていられたんだ。かわいそうにクルーは最後の1ペンにまで仕事につぎ込んでしまった。あれは私を信用してくれた。私を愛してくれた。その挙句、私のおかげで破滅させられたと思いながら死んでしまったのだ。私のおかげで、イートンの学校では一緒にクリケットをして遊んだこのトム・カリスフォードのおかげで、とな。私のことをなんてひどいやつだろうと思っていたに違いないのだ。そう、自分のことをひどく責めるもんじゃないですよ。何もあの仕事が失敗しそうになったことで自分を責めはしないんだ。私は自分が育児なしだってことを責めているんだ。親友であるクルーに、君や君の子供を破滅させてしまったということもできず、私は嘘つきか泥棒のように逃げ出したのだからな。温かい心の持ち主の大家族のお父さんは、慰めるようにカリスフォードさんの肩に手を当てて、あなたがお逃げになったのは、あなたの頭が心の苦しみに耐えられなくなったからですよ。もう半ば頭が参っていたのですね。そうでなかったら、あなたは踏みとどまって戦い抜いたに違いありません。そこを去って2日後には脳炎になって、怒鳴り散らしながら病院のベッドに縛り付けられていたのですからね。よく考えてごらんなさい。カリスフォードさんは額を抱え込みながら、まったくだ、あまり恐ろしかったので気が狂ってしまったのだ。何週間も眠っていなかった。私が自分の家からよろめき出た夜は、あたり一面に恐ろしいものがいっぱいいて、私をあざけり、噛みつこうとするような気がしたものだ。それでもう十分申し開きになりますよ。脳炎を起こしているときは、正気に物事を考えるなんてできっこありませんよ。カリスフォードさんは垂れていた頭を振った。そして、私が正気に戻ったときは、かわいそうにクルーは死んで土の下に埋められた後だ。そして私は何もかも忘れてしまい、その娘のことも何ヶ月も思い出せなかった。娘があったなと思い出したときでも、何もかもがぼーっとかすんでしか考えられなかった。そこでちょっと話をやめて額をこすった。今でも思い出そうとすると、時々こんな風になることがある。きっと私はクルーの娘が入っている学校のことも話を聞いたことがあるに違いない。そう思いませんか？はっきりとは言わなかったかもしれませんね。その娘の本当の名前を聞かれたこともないようですからな。クルーは自分で作った奇妙な愛称で娘を呼んでいましたよ。小さい奥様と呼んでいた。だがあの鉱山は私たちの頭から何もかも追い払ってしまった。鉱山より他のことなんか私たちは何も話さなかった。たとえ学校のことを話したとしても私は忘れてしまった。忘れてしまったのだ。もう二度と思い出すこともできないだろう。
どうしてどうして、まだまだ見つかりますよ。パスカル夫人が言った人のいいロシア人というのを探し続けましょう。そのロシア人はモスクワに住んでいるような気がするとパスカル夫人は言っていたようですね。それを手がかりにしましょう。私がモスクワへ行ってみましょう。もし私に旅行ができるなら一緒に行くんだが、こうして毛皮にくるまって火を見つめながら座っているのがせいぜいなのだ。しかし火を見つめているとクルーの若い元気な顔がそこから私を見つめているような気がする。私に何か尋ねているふうに見える。夜あいつの夢を見ることがある。いつも私の前に立って同じことを口に出して尋ねるのだ。なんて尋ねるかわかりますか、カーマイクルさん。カーマイクルさんはごく低い声で、わかりかねます。クルーはいつも言うんだ。トム、懐かしいトムよ、小さい奥様はどこにいるんだい、と。そう言ってカーマイクルさんの手を握りしめた。私はクルーに返事をすることができるようにならなければならない。どうしてもだ。どうか私を助けて、その子を探してきてください。私を助けてください。その壁の向こう側では、セイラはみすぼらしい部屋に座って、夕食を食べに出てきたメルキゼデクにお話をしていた。今日は皇女様でいることがつらかったわ、メルキゼデク。いつもよりつらかったの。天気が悪くなって、通りがぬかるみになっていくと、だんだんつらくなっていくの。泥のついたスカートで広間を通っていったとき、ラビニアは私のそばにいて笑ったわ。あのときカッとなって何か言ってやろうかと思ったの。やっとのことで思いとどまったわ。皇女様だったらあんな人たちに悪口を言ってはいけないものね。自分を抑えつけるためには舌を噛んでいなければならないわ。私もそうしていたのよ。今日は昼から寒かったわね。今夜も寒いわ。突然セイラは黒髪のふさふさした顔を両腕に抱え込んだ。寂しい時はよくそうするのだった。ああパパ、私がパパの小さい奥様だったのはもうずいぶん昔のような気がするわ、とセイラはつぶやいた。その日、壁の両側ではこんなことが起こっていたのだ。